ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ裏より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ裏のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車が BMW M4 コンペティションカブリオレ2019年式1万6000キロこちらの車両になります。はい、実は以前アリーナ店で黒い個体かな、うん、はい、ご紹介させていただいて、あの乗らせていただいた時にめちゃくちゃ感動して、うん、ちょっともう一回乗りたいなと思ってたんですよ。なるほど、ちょうどよかった。ちょうどよかったです、はいはい、なんでちょっと僕 の, あのリアクションも含め、はいはい、ほぼリアクション動画になるかもしれないですけど、うん、お届けしたいと思います。でまずこの車をちょっとあの改めてご紹介させていただくと、うん、あのまあ、後期型にしか存在しないんですよね、コンペティションっていうのが。そうですね、はい、で前期の場合はパッケージっていう内容 で, で、ね、はい、まあ、分かりやすいのか分かりにくいのか分からないですけど、あのミニで言ったら初期型側のジョン・クーパーのチューニングキットが後々のグレードになったみたいな、はい、そうですね、ありました、ね、そういう扱いですよね、はいはい、なんでまあ基本的には後期型のみと、うん、であとは、ハンドルの方が右ハンドルの DCT だけ、うん、なるで、マニュアルの設定ないし左ハンドルの設定もないんですよ。で普通の M4 とかだと左の設定があったりとか、うん、マニュアルの設定があったり、うん、なんでちょっとまあ車がかなり個体が少ないし、まあ、希少な車であるんですけど、まあ、選択肢もその分ちょっと狭くなってると。そうですね、はいはい、であとは、まあ、コンペも、わざわざ説明するまでもないと思うんですけど、基本的に通常の M4 よりかも、まあ、エンジンチューンがされてて足回りも強化されてて、あとなんかトラクション性能なんかもかなりあの向上しているということで、まあ、走りの部分がかなり強化されて、また外装がちょこちょこっと黒くなってたりとか、そうですね、っていう車なんですよ、はいはい、なんでちょっと外装も含め今回ご紹介させていただきたいと思います。で今回のお車はあのちょっといじり物ということで、そうですね、さらっと、はい、外装に少しパーツが足されてて、うん、あと足回りなんかがちょっと変わってるってことで、で外装前から見ていくとグリルがカーボンのものになってたりとか、あとはリップもカーボンのもの、がこれが CS のものじゃないかという、うん、これがついてて、これあの M4 って僕だけかもしれないですけど、まあ、M3 もそうですけど、なんかちょっと下側物足りない感じしません？ノーマル、うん、そうですね、はい、なんか繋いであげるとだいぶ雰囲気違いますよね、うんうん、ここがこう何ですか、こう結構立体的に下になってるんで、うん、下が平らになるだけで随分違うなと。いろんなメーカー出てますよね、リップで。今回のものはもう純正形状なんかそのまま、ちょっと出面もどのくらいですか、5センチぐらい、まあ、ただナンバーと同じぐらいなんでそんなに前にも出てないし、うん、まあ、使い勝手もそんなそこなってないで、あとはスリプロ、はい、はい、下側当たってもそっちが先に擦れてくれる硬いゴムの板みたいなのがこっちついてますから、うん、まあ、使い勝手もいいかなと。そしてあとは後期なんでヘッドライトが六角形の、はいはい、こちらになってデイライト付きの、はい、こちらになってます。あとは今回の車はミネラルグレーっていうことで結構珍しくないですか、うん、そうだね、いい色ですよね。なんか黒白っていうイメージだったんですけど、うん、これちょっとメタリック感が強くって、うん、メタリックなのかな、パールなのかな、わかんないですけど、結構なんか車のキャラクターに合ってるかなって、うん、そしてあと足元やってまいりました。これがもうなんか教科書通りのあれじゃないですか、はい、強化というか、そうですね、通常の M4 よりかも、はい、タイヤの幅もワンサイズ大きくなってて、うん、でホイールも1インチ大きくなってる、うん、通常19インチですよね。で M4 コンペになると20インチ、こちらのスタースポークかな、単造ホイール、純正なのに結構軽いんですよね、これね。そうなんですよね、うん、持つと軽いなと思いますよ。こんな感じのホイールが装着されてて、はい、であとはブレーキの方は、フロント380倍、リアの方が370倍ということで、まあ、もちろんこの上にカーボンセラミックっていうオプションもありますけれども、うん、まあ、純正でもこの強化ブレーキということで、まあ、走りも抜かりないんじゃないかと。そしてあと今回の車はローダウンもされているということで、はい、これがなんかカーベイの純正の電子制御をそのまま使えるキットが入っていると、うん、カーベイって結構今純正に供給してたりするんですよね、うん、なんでまあこの辺の信頼性も間違いないと思いますし、まあ、あとはやっぱりせっかく変えてますから、そうですね、チューンダウンじゃなくて、うん、チューンナップになってるかどうかはちょっと乗って確認してみたいと思います、うん、そしてあとは結構 BM このサイドギルいろんな車種ついてるじゃないですか、なんちゃってとちゃんと穴開いてるやつといろいろありますよね、うん、でもちろん M4 はちゃんと、はい、抜けてるやつということで、まあ、空力的にもかなり考えられてると。あとはもうミラーもおなじみのミラーですし、はい、あとサイドもちょっと足されてるんですよね、今回の車。これもなんかちょっとシルエット変わりますね。そうですね、はい、タイトスカートも一前ちょっと大きく見えて、うん、低くも見えますよね、やっぱり、うん、
わずか1センチもしくは15ミリぐらいですけど、結構低くも見えるという。あとは今回のこのカブリオですから、当然このハードトップのルーフですけども、あのこれによってもちろんせっかく の, そのカーボンルーフがないとかありますけど、うんうん、やっぱりこの開けられてなおかつこの M4 コンペっていうこのアドバンテージはかなりあるんじゃないかと。そうですね、 M4 コンペなのに重くしてどうするんだっていう野暮なことは言わない、はい、でこれ重量的に250キロぐらい重くなってるんですよね、はい、だから多分気候もあるんですけど、補強の方が多分結構来てるんじゃないかなって、うん、でこれパーツリスト見ると下回りの補強とかすっごいんですよね。もちろんモノコックで屋根開くようになってるから、結局そのフロアでもここを支えるしかないんで、もうとにかくフロアの補強がすごくされてると。で結構絶妙なとこ行ってません、うん、コンペでパワーアップさせたのに重くなってて、はいうんはい、ただもうオープンは捨てがたい快感がありますんでね、はい、ちょっとこれは乗ってみたいと思います、うん、そしてあとはリアもタイヤがワンサイズ大きくなってて、溝の方はどうですかね、今回1万6000キロということで結構まだまだ全然半分以上ある感じ、うん、そうですね、はい、でタイヤの方も、新車装着の18年49周ということで、まあ、変えてもいいのかなって3年、うんはい、まあぼちぼち、そうですね、うんはい、ただオゾンクラックなんかは全然ないんで、結構ミシュランオゾンクラックってその紫外線当たると表面割れちゃったりするじゃないですか、うんうん、なんでその辺もないんで、まあ、コンディションは割といいのかなと、はい、そして後ろ回っていくと、はい、後ろも当然後期ですから、後期のテールランプと、はい、コンペティションということで黒いエンブレム、そしてトランク、こちらが 3D デザインのトランクスポイラーって、はい、結構こう存在感ありますね、うんうん、カブリオレだけじゃないと思うんですけど、ちょっとトランクの物足りない感は M4 ないですか、うんうん、そうですね、はい、ちょっとアクセントとしてはこれぐらいあった方がいいんじゃないですかね。そしてリアのディフューザーもカーボンのものになってて、うん、マフラーのエンドが黒いのもコンペティションということで、マフラーもパフォーマンスのエキゾーストになっているので、うん、これちょっと音も聞いてみたいと思います。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。もう過去にもご紹介させていただいて2台目ということで、もうちょっと駆け足でご紹介ですけれども、内装の方が先色オレンジのレザー、これ前回も僕同じこと言ってるんですけど、オレンジ色なんですね。うん、オレンジではない気がするけどねどっからどう見ても赤、はい、どっちかというと朱色なんですけど、はいまあ、基本的にはオレンジレザーということで、これがなんかシルバーと黒と、シルバーというか白に近いと、うん、あと、黒とこちらのオレンジがあるということなんですけど、今回の車は先色オレンジレザー、これがサーキットの名前をちなんであれなんですよね、うん、こちらになっていると。そしてステアリングも、はい、この定番のちょっと太めの M カラーのステッチの入った、うんはい、こちらのステッチ、シートベルトもね、M カラーがそうしちゃったって、うん、いいですよね、はい、ちょっとおしゃれと、うん、あとはあのこの車は基本的にオプションがほとんどないというか、あんまりない、うんうん、外装のオプションで言ったら、カーボンセラミックのブレーキフレイ、あと便利機能で、ちょっとそのパーキングのアシストがついてたり、まあ、あとは基本的にそのボディカラーと内装なんですよね、うん、で今回のものはあくまでスタンダードなんで、まあ、稀にインディビジュアルのちょっとこうレザーのめちゃめちゃ豪華な内装のものとかあったりしますけど、まあ、これでもう標準で十分で、あとはメリノレザーなんでめちゃくちゃこう質感がいいのがやっぱり特徴かなと。やっぱりダコタなんかよりかもちょっと脂肪がない分手触りもいいし、うん、柔らかい、ちょっとあと屋根開くんで少しラグジュアリー要素もまあ兼ね備えてるのかなという、うん、ちょっとめちゃめちゃタイトなスポーツカーっていう感じじゃなく、こんな感じの内装になっております。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。クーペ、この開口部が広いんで乗り込みやすいのもいいかなと、うん、はい、そしてあれシートこんな感じでしたっけなんか最近いろんなの乗りすぎてバグってんすよね本当に、はい、なんかやっぱり M スポーツっていうとちょっとタイトなのをあの思い出して座ったらやっぱりめっちゃ柔らかい、特に座面が結構柔らかい、 そうですね、そして調整自体はどのぐらいでしょう、これ10数ウェイ、はい、かなり細かく調整できるタイプに、はい、なっております。あとこの下も、はい、手動ですけど出せるタイプ、そして使用感もあんまりまだない感じ、はい、そしてステアリングは太めではありますけれども、はい、こんな感じので、あと今回の車は車外のパドル、これちょっとこれ先っぽ変えてある感じですかね、ちょっと長いのになってます。ちょっと正直レビューいきますね、うん、剛性がちょっと長くしてもこの辺はやっぱり使えない感じですね、はい、だビジュアル的にはすごく、ただ操作感はここはさすがに使えないんで、まあ、変わらないかなと。
はい、反対側も。ただ質感は全然悪くないです、プラマイド、はい、そしてあ、ここを赤くしてるんですね。これ交換されてますね、芸が細かいですね、はい、そしてメーターはおなじみの、破線回転330キロで、これドライバーズパッケージ入れてるとリミッターがなくなってると思うんで、ちょっと今回入ってるかどうかちょっとじゃあ試してみますか。メーターって、はい、やっぱりこのアナログなメーターが個人的には好きですね。最近みんな軒並みデジタルですから、ね、みんなこうフル液晶で、はい、で針まで、ね、全部液晶でガーって、はい、あれはで現行に至って反対側からもありますからね、うん、結構あの歴代乗ってる方には結構衝撃的だったみたいです。ただやっぱりこれ結構見やすいですよね、うん、この古典的な感じですけど、あとあのエンジンルームでちょっと話しようかなと思ったんですけど、これコンペなんでちょっと馬力出てるじゃないですか、うん、あのピークパワー自体は下がってるんですよ、うんうん、普通の M4 って7300ぐらいかなが馬力のピークなんですけど、コンペって7000なんですよ、うん、だちょっとその辺が違うというこんな感じになっております。そしてあとはヘッドアップディスプレイなんかも全部標準、まあ、基本的に全部標準なんですよね。でハーマンカードン、はい、12スピーカーかな、9チャンネルぐらい、515W かな、間違ってたらすみません、はい、もうしっかり全部標準でついてると。そしてスタートボタンもこちらの車赤くなってますよね、はい、でこの辺はおなじみでございます。ただちょっとあの毎回言ってるんですけど、欠点としてはエアコンがシンクロボタンがないんで、ちょっとそこだけかなと、はい、あと多分 BM 乗ってる方あのよくぞ言ってくれたって言うと思うんですけど、あのシートヒーターのボタンの反応がめちゃ遅いんですよ、うん、押してなんかうんうんってなる、そう、うん、押して1秒か 1.5 秒ぐらい経ってからこうピカッと光る感じ。だから2回ポチポチっと押すとしばらく待ってからもう2段階一番ちょうどいいぐらいになる。ちょっとここ反応早くして、うん、僕の願望です、はい、そしてここは、はい、小物入れとあとドリンクホルダー蓋付きのがこんな感じで付いております、はい、あとは、まあ、おなじみの、はい、だとこの辺全部もう変わらずですもんね。あとはこのエアスカーフ的な、はい、この辺もついてて屋根の開け閉め、これが18キロ、までで開閉に20秒かな、ただ実際はもうちょっと25秒ぐらいかかるんですよ、はい、走行中も一応18キロまでは使えるこの屋根の開け閉めボタンついております。そしてこの中は USB とちょっと小物入れがなってる。で今回これあれですよね、メディア関係は何も足されてないんですよね。足されてないですね。スタンダードな感じですよね。一応テレビがついています。一応 DVD、CD なんかも一応スロットルあるんで、まあ、DVD はちょっと規格が違うと再生できなかったりするんですけど、一応ディスク配慮になってます。そしてテレビ、ラジオ、その辺についてます。ただあの僕のおすすめとしてはミラーリングしていただけるとなおいいのかなと。そうするとあの Netflix とか Amazon とか全部使えますんで、あとは Google マップなんかも全部使えますんで非常におすすめです。あとペダルはこんな感じでもうほぼなんか2ペダルのマニュアルみたいな、ちょっとブレーキちっちゃいやつ、そしてペダルはこのオルガンの、この辺はもう BM 安定って感じですね、はい、なんとマットの方もこの M のマットと、あとペダルもこのカバーがついてるのが M の M パフォーマンスのカバー付きのペダルになってる。レイアウトに関しては全く違和感ないです。もうこちらも安定のって感じです、はい、そしてあとは上に行くと、まあ、カブリオレなんで、まあ、全部このプラスチックのピラーとビニールのバイザー。あ、バイザーってカブリオレになると結構省略というか、うんうんうん、そうですね、簡素化されるんですね、うん、こんな感じ。セダンとかクーペよりかもちょっとあのはっきり言っちゃうとチープな、うん、はい、もう本当に簡単なバイザーになってると。あとはいいと思うのはあのドイツ車のカブリオレってめっちゃしっかりしてますよね、まあ、横こそこの柔らかい素材ですけど、もうなんかほぼクーペに近い、うんうん、だから乗ると静かさびっくりしますよね、剛性と、はい、ちょっと開けてみましょうか。ちょっと開けてみたいと思います。えい、一応18キロまで走行中開けられるってなってるけど、うん、これちょっと不安っすよね。そうですね、風風圧もめちゃめちゃあるじゃないですか。開けない方がいいですね。で基本的には停車中、うんうん、まあ、最悪信号待ちで動作が終わらなかったら、まあ、ノロノロって感じですよね、はい、
やっぱりこれはあの250キロ重くなってもこれちょっと屋根開くっていうアドバンテージは半端じゃないと思います、うん、はい、こんな感じの内装になってます。じゃあ続いて後ろの席、これちょっと前回乗ってますし、うん、はい、乗るまでもないと思って、そうですね、はい、多分4人乗りで使うって方ほぼいらっしゃらないんじゃないかな、うん、まあ、緊急用って感じだと思うんですけど、一応ここ、はい、レバーがあるんで前にやってもらえば倒れると。で自動でマイク機能はないんですよね、うん、で別にここスイッチがついてるんで、まあ、前後はできると。そしてあとは装備的なものはほぼない感じですよね。エアコンの吹き出しとシガソケットが1個ついてると。あとスピーカーはスコーカーかな、あとツイッターが、ツイッターじゃない、ツイーターがついてる。あとこの背中が、はい、こんな感じでウィンドウディフレクターがしまっとけると、はい、これ前回あの装着して乗ったんですよ、うん、今回なしでちょっと走ってみていいですか、うん、はい、ここをスポスポッと入れて、うん、はい、まあ、詳しくは前回の動画見ていただければ、はい、こんな感じの後部座席になってます。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、よいしょ。結構重いっすよね、うん、普通のクーペセダンに比べて。そしてトランクは当然この屋根の収納があるんで、だいぶ容量が減って、普通のクーペだと445リッターなんてことなんですけど、一応、カブリオの場合だとほぼ半分の220リッター、うん、でこれ上げたりすると一応370リッター、はい、までいけるという。ちょっとゴルフとか、うん、まあ、あとはその旅行とかでちょっと荷物多いよっていう方はあんまり向いてないのかなと。でどうしてもこれ上げと下げとかないとあれなんですよね、屋根の開け閉めができないんで、ね、はいはい、ただ、まあ、上下機能もこれついてるんで、はい、出し入れはそうなんですよね、うん、はい、持ち上げられるんですよね、うん、はい、ものすごいギミックじゃないですか壊れたらどうするっていうそうですね、ちょっと不安になりますね、うん、はい、だ奥側は割と使えるっていう。そうですね、どうしてもそれ下げとかないと屋根の開け閉めが、うん、はい、要はどっちしろ容量はここから変わらないです、ね、はい、いいんです。屋根開くっていうやっぱりアドバンテージのためこの辺は犠牲になってもそうですね、はい、こんな感じのトランクになっております。じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います、はい、一応この辺もおなじみだと思いますん で, です、ね、はい、まあ、簡単に、一応 2979cc 450馬力スタンダードな M4 が431馬力ということで、だいたい19馬力ぐらいかなアップして、ただトルクに関しては変わってないんですね。味付けと、まあ、ちょっとニュアンスが違うっていう感じ。そしてあとは、まあ、S55 エンジン、これ N55 エンジンの、まあ、チューニング版ということで、まあ、タービンが違ったりとか中がちょっと違うと。あと組み合わせるミッションの方が7速 DCT で、当然アクティブ M ディファレンシャルだったりとか、はい、その辺も専用チューンされてますんで熱い走りができると。だとこの辺もおなじみだと思うんですけど、一応17年前期型のもう初期に関してはカーボンのプロペラシャフトだったということです。この辺がなんか排ガスの関係でその排ガス浄化装置つけるのにカーボンのプロペラシャフトじゃ寸法的にいけないっていうんで普通の金属のプロペラシャフトになってるんですよ。だともう1点だけちょっとこの辺ちょっと乗られたり調べられてる方は多分ご存知の方もいると思うんですけれども、クランクのスプロケ問題が最近出てるの知ってます？月間さん。いや知らないです。あ、知らないですか。クランクのスプロケ、要はこれ分かんない、ちょっと全く分かんない話なんですけどいやそのエンジンのそのクランク、はい、その動力のところのギア歯車とそのこのカムのところの歯車がこうチェーンでつながってるじゃないですか。でそのエンジンのその動力の方、動力っていうかそのクランクの方の歯車がこの方ってボルトの1本止めなんですよね。言ってる意味分かります？分かりますよ。だからこう急なトラクションがかかったりとか、うん、もしくはチューニングしてパワー出したりするとそのスプロケットが今空回りしちゃったりとか、うん、ついてこなかったりとかっていうのが一部出てるみたいです、はい、で、まあ、最悪の場合、まあ、エンジンブローしたりとか、うん、あとはまあそのちょっとずれたりするぐらいだとアイドリングがラフになったりだとか、あとはチェックランプがついたりっていうケースらしいんですけど、これちょっとあえてちょっと説明するんで言わせていただきたいんですけど、基本的にはもう頻度としてはかなり少ないと思います。もう本当にサーキット行ってる方とか、あとはもうその街乗りでもちょっと極端な運転してる方のごく一部に出てるみたいです。だから結構ネットだとセンセーショナルにこう言われるじゃないですか、うん、だいたい大げさに乗りますからね。そうなんです、はい、でもしどうしても心配だっていう方は一応対策品が車外に出てるんですよ、うん、
その1本止めのスプロケットだとどうしても空回りしちゃう。でもちろんその空回りしないような構造にはなってるんですけど、どうしてもパワーを上げたりとか急なトラクションをかかったりすると空回りするらしいんですよ。なんでもしどうしても心配な方は、まあ、社外品のその強化品もしくは対策品に交換してもらえば、もうまずそういったこと起きないですし、あとは僕頻度としてはすごく少ないですよって、これなんて言ってるかというと、他の1シリーズから7シリーズまで全部この仕組みなんですよ。で唯一 M3、M4 だけそれが言われてるんですよね、はい、だからもっと遡れば、確か E90 もこの仕組みなんですよ。でそれより前だとボルト4本止めで絶対ずれないやつなんですね。でミニなんかもこの1本止めの方式なんですよ。でミニって効かないじゃないですか。だから多分馬力が多分出すぎてんじゃないかな。450ぐらいが多分限界なんじゃない。でもっと出すともっと限界になってくる。なんで、まあ、あえて今回ちょっと説明しましたけども、はい、まあ、基本的には、まあ、そのまま乗っていくんだったら問題ないかな。サーキットまでちょっとあの考えてる方は、まあ、そういった対策品もありますんで、まあ、早めに対策していただけると、まあ、より安心してカーライフを過ごしていただけるんじゃないかなと、はい、今回あえて触れました。ありがとうございます、はいはい、続いてマフラーの音聞いてみたいと思います。お願いします。はい、閉めた時の静粛性がすごいんですよとかって説明しときながら、うん、終始オープンで行って帰ってきていいですか。大丈夫です。いやもう憧れちゃうじゃないですかやっぱり。そうね、うん、BM やっぱりちょっとこのアイドルアップの時バルバクから結構音、うん、大きいですね、うん、これコーディングで設定変えれば閉めたままアイドルアップもできるんですよね、うん、ちょっとここはご近所さん近いとちょっとあれかなっていう、うん、参りましょう。はい、うわー、なんかクーペと分かんないですよ、同時に乗り比べたことはないんで、うんうん、僕の記憶だけですけど、なんかカブリオレでも全然剛性足んない感じしないっすよね、うんうん、閉めてて乗ってと思うのがきしまない。ああ、うん、分かります、うん、ギシギシミシミシしないですもんね、うん、だいたいこういうところとかからのこうきしっていうなんか異音がないので、まあ多分そういうことなんだろうね。で今回の車は特にCPM 車外の強化パーツもなんかついてるということで、うん、はい、より走りは硬いんじゃないかなっていう。でまずはモードはノーマルでいきます。いやーいいなー、これ内装やっぱりこうカブリオレって見せ場じゃないですか、うん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 、普通の屋根ついてる車でちょっとチラ見せもいいですけど、うん、カブリオレだったらやっぱり白とか赤とか、そういう意味ではね、このよりかはあえて外装をグレーで渋くしといて、ね、内装先色オレンジっていう組み合わせは、はい、悪くないですね。そうですね、はい、ハンドルはしっとり重いです、うん、乗り心地めっちゃいいっすね、うん、足めっちゃ動く。あれもうちょっとなんか M のアダプティブのやつってもうちょっとタン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 って感じだった気がするんですけど、なんか柔らかい気がします。あと僕思ったんです、ターボってちょっとまあビームに限らずですよ、ちょっとこもった音がして音あんまり良くないよねって言われることが多いじゃないですか、うんうんうん、でもターボでそのタービンでこもることよりかもどうしてもターボで高回転のエンジンってあんまりないじゃないですか、うんうんうん、回転も重要かなっていう、うん、で最近東京店で488乗せていただいて、はいはい、488も確かにこう低回転ってあんまりこうちょっとこう抜けのいい音はやっぱりしないんですけど、うん、回すとめちゃめちゃいい音するんですよ、うんうんうん、だから M4 も一緒かなと思って、うん、だトンネルとかでバッて踏んでバッて回転上がるとわーってわーってなりますよね。そこだよね、
そこの味付けとかは、まあ、BMW も多分上手なんだろうし、あとあのアクティブサウンドデザインついてるんですよね、うん、スピーカーから結構音が足されてるから、うん、屋根閉めてたりする、うん、特に作られてる感の音とこのターボのこもった音でうーんって思う方いらっしゃるみたいですね。だ結構そのコーディングでアクティブデザインあのサウンドデザイン消す人も結構いるみたいですよ、うん、だ3000、4000以上だったらこうそうだね、そこからねって感じですよね、うん、あの今低速ですけどめっちゃ乗りやすい、うん、そしてバブリングがすごい、うん、今何気にモードを変えました。これ M2 ボタンは何が入ってるんだろう。あ、みんなスポーツプラスです。あ、はい、今 M2 ボタンで、はい、めっちゃ気持ちいい。駆け抜ける喜びです。駆け抜ける喜び、まさに。気持ちいいね。駆け抜ける喜び倍増しますね、うんうんうん、屋根開くと、うんうん、倍じゃ効かないかもね。倍じゃ効かないですね。これはもっと来たい、うん、もっと来たいね、はい、もうそしてスポーツプラスにすると足めっちゃ硬いっすね、うん、なんか純正よりかも、うん、変化の幅が大きい気がします、うん、めっちゃ硬い足。ちょっとシャーシはもっと戻していいですか。これ細かくできるのいいっすよね、じゃあシャーシだけ今コンフォートに、はい、エンジン、ステアリング、はい、あとその辺は全部スポーツプラスで DSC もオンにしておきましょう、うん、ダイナミックスタビリティコントロール。ダイナミックスタビリティコントロールも1回押すとオフで、長押しすると全オフでしたっけ。そうっすよね。やっぱりスポーツプラス結構重いですね、うん、ちょっとグイッて走っていいですね。速い速い、すげー車が前に出ます、うん、なんかシフトごとにグイグイッと押されてて、ね、落ち込む感じじゃなくて。そうですね、うん、そしてですね、屋根開けると人間のブレーキが先に効きます。速度感高くなるじゃないですか、ね、うん、クーペとかセダンだと快適すぎて、うん、なんかスピード出してももう全然平気みたいな感じですけど、うん、いや気持ちいい。めっちゃ気持ちいいですね。花粉さえなければもう120点なんですけど。なんかもうカブリオレってまあこういうハイパワーなカブリオレもいいですけど、うん、とことこ走る系のカブリオレの車もドイツいっぱいあるじゃないですか、うん、ありますね、うん、なんか運転したりこうちょっとこうドライブで回るだけでも楽しくないですか、うんうん、ずっと以前ゴルフ2のクラシック、はい、カブリオ欲しくてずっと探してたことありましたね。そういえばゴルフとかも楽しそう、うん、ポルシェのあの古い今の空冷のカブリオレとかもめっちゃ楽しそう。遅くても楽しそう。やっぱりパドルはちょっとこの剛性ないんで、これちょっとパーツ取って元に戻したいです僕は。これが全然使えないんで。ビジュアルはいいんですけど、あとパーツいっぱいありますからね。そうね、自分色に染めていただいてもいいんじゃないかなっていう。気持ちいい。あとはちょっと鉱石のヘッドレストはもうしょうがないんですけど、ちょっとビジュアル的にあんまりなかったらもっとスタイリッシュなのになって思います。これ引っ込めたいですね。そうですね、せめて倒したいっすよね、ただって。気持ちいい。もう法定速度で走ってめっちゃ気持ちいいんですけど、逆になんか運転しやすい気がするんですよね、うんうんうん、車がつかみやすくないですか、状態が、うんうんうん、
マフラーの音がめちゃめちゃ静かな車のマニュアル乗るの乗るとちょっと運転しづらいのと一緒で、帰りが来ない感じはね、わかりますよね、うん、だ帰りが来すぎてもあれだし、はい、そうなんですよ、うん、だなんか適度にちょっとマフラーの音聞こえた方がマニュアルとかも運転しやすいじゃないですか、うんうんうん、だあれと一緒でなんかその走ってる感もそうだし、うん、なんか車の動きとかも音でこう判断するとこあるからね、そうですね、だそれにプラスしてこう当たるこの風だったりとか、うん、車の動きもなんかクーペとかよりつかみやすいと思うんですよね、うん、気持ちいい。でスポーツプラスとかで走ってますけど、うんうん、別にこれ元に戻せば、うん、全部コンフォートに、え、全部コンフォートにしたらもうラグジュアリークーペですよ、ね、いやーありがとうございます、はい、あの3周ぐらいしたかったんですけど上品車なんて、もうちょっと遠く行きたかったね、そうですねじゃあ最後になりますけども、はい、もうカブリオレこれからめちゃくちゃいい季節じゃないですか、そうですね、たった今だと花粉結構厳しいん で、ね、もうちょっと経ったらね、はい、いいんじゃないですか、ね、あの、はい、真夏になっちゃうと逆にこう暑くて飲めなくなっちゃいますか、はいはい、ただ最近この辺でも真冬でも真夏でも結構開けてるあの夫婦で乗ってるとか見ますもんね、かっこいいですよね、いや憧れる、ぜひおすすめの時代でございます、はい、そしてあの今回ちょっとプチカスタマイズしてありますけれども、うん、モアカスタマイズはぜひボンドグループ、うん、そうですね、はい、裏当てにお任せいただきます、まあ、ミラーリングですとかそうです、ね、マフラーちょっと変えたりとか、はいはい、でもだいぶいいと思います、うん、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回は BMW M4 コンペティションカブリオレを紹介させていただきました、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください、最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。